はい、それでは第2部です。長崎県にね、川棚町っていう町がありましてね、川棚町の川棚駅の前、どのくらいだろう、50メーターぐらいですかねっていうと、あのところにね、アンデルセンっていう喫茶店があります。で、ここにあの久村さんっていうご夫婦がいて、マジック喫茶をやってるんです、30年前から。で、この人もあの大学に入って超能力研究会というのを作って、それで、いろいろ超能力をいろいろやってた人なんですね。それで喫茶店をやってるんですけども、マジックを見せるということで、1回が22、3人、それを、1日に3回やるのかな。で、自分で料理を作って全部出して、で、その皿も全部自分で洗って、で、全部終わってから、それから、そのマジックショーの時間が1時間1時間半ぐらいあるですよ。で、そのドライカレーとかね、カレーライスとかっていうのが700円ぐらいなので、全然高くないんですね。で、そのマジックショーの代金っていうのも、その食べ物の中に入っているので、含まれているので、まあそんなにすごい稼ぎはしてないんですけど、とりあえずそのアンデルセンはずっと30年も前からやってるわけです。で、30年前、20年ぐらい前はね、朝から200人ぐらいの人が並んでた。最近はあの電話予約を認めるようになって、電話予約で行って取れるようにはなったんですけど、初めの5人、つまり22、3人のうちの頭の5人っていうのは、その久村さんのカウンターの前に5人並ぶことができるんです。で、6人目からそこに立って、で、椅子の上に立ってっていうので、だいたい1回が22、3人止まりなんですけど、この5人の中に入ることができると、じゃあトランプを切ってくださいとか、1枚選んでくださいとか、そういうのに参加できるんですよ。で、これ参加すると結構面白いんですね。で、私も何回か行っていて、久村さんとはまあ顔見知り、まあ友人というか、私の本もいろいろ届けているので、この3年4年はね、久村さんがその演目の間に3分ぐらいこう喋ることがあるんですけど、その喋ることがすごく似てきたんですね。あの、あんまり喋らない人だったんですけどね、無口な人だったんです。黙々とやってたんだけど、最近よく喋るようになって、その喋る内容が政官さんの言ってることによく似てますよとか言われるんですけど、まあ私の方が言ってるせいもあるのかもしれないし、同じような結論に至ってるのかもしれないし、しょうもないダジャレっていうのもあるらしいんですけど、それで、まあ私はあの超能力を研究する大学の研究会にいたので、超能力の研究イコールマジックの研究でもあるわけですよね。で、そのマジック、技術とか手品とかっていう領域でできるものもたくさんあるから、その勉強をしとかないと、その超能力であるかどうかが見抜けないわけですよ。だから私は普通の人よりも手品とか技術については詳しい。で、これは技術なマジックだなっていうのが言えるんですけどね、ただその技術なマジックに詳しい人は絶対に種明かしをしてはいけないっていうのがその、ルールなので、種明かしは基本的にしないんですけども、そのさむらさんはね、どう考えてもマジックにはなり得ないよねっていうのがいくつかあるんですよ。で、マジックであるとは言わないけども、マジックでもできるよねっていうのもあるわけです。でも、マジックでは絶対無理だというのもいくつかあるんです。で、
まあ、興味深い人はいってみるといいんですけども、なんか今度の週末にね、5人ぐらいの人が行くらしいんですけどね、うまくその5人に入れたら、でどうしてもマジックではなくて面白い、結構面白いっていうのがね、こういうやつですね。あんまり喋るなっつってんですかね、この方が。なんか突然に第1部は席でなかったのに、急に第2部は喋りにくくなってきました。前の5人のうちの真ん中あたりの人にトランプを1組果たします。で、好きなのを5枚並べてください。で、内側をね、見てもいいか、もちろん見てもいい。で、こちらの久村さんの方、自分の方には隠しておいてください。見えないようにしてください。で、この人が、5人のうちの真ん中の人が、その5枚を選びますね。大概の人は中身の絵を見ながら選んでます。で、5枚並べます。好きなの5枚選んでね。で、久村さん、それをじーっとこう見ながらね、自分の方でもう一組のトランプを持ってきて、裏返しの状態で5枚並べます。こう自分の前に、それで何をするか知らされてないんですけど、この真ん中の人にね、こんなことを言います。今5枚並べてますよね、今から好きなように並べ替えていいです。で、1と5を並べ替えたり、2と4を並べ替えたりしますね。いいですか、それで。いいです。じゃあ、開けますよって言った途端に、あ、もう一回やりますとか言うんです、大概の人は。で、もう一回やっていいですかって、いいですよって。じゃあ、2と5を入れ替えるとかっていうのをやるわけですよ。それで、本当にいいんですか、いいです。本当にいいですか、いいです。じゃあ開けますよ。で、いいですって言ったら開けるわけですけど、その開けた5枚と久村さんが並べた5枚が一緒なんです。同じもの、順番もですよ。そうするとね、この5枚並べてた人がね、必ず同じセリフを言います。ああ、並べ替えなきゃよかったって。なぜその順番を変えなければよかったのかが、よかったのかっていうのが分かんないんですけど、とりあえず、ああ、なるべく変えなければよかったって言いますね。で、私はそういうのを初めて見たときに、奇術マジックっていうのを疑うわけですよ。で、次に行ったときに、すでにまあ5、6回行ってるんですけども、次に行ったときに、私はその5枚並べた久村さんのカードを、この5人のうちの1人が並べている時もずっとこちらだけを見てました。久村さんの手元の5枚だけを見てました。つまりこれに触るのかどうかで、この5人のうちの1人が5枚を並べているっていうと、みんな手元がこの人のところに視線が行くわけですね。この人の方、何をやってるのかな、何を並べるのかなって興味があるから、みんな視線がこっち行くんですけど、私はこっち、久村さんの側の5枚を見てました。手を触れるかどうかに非常に関心がありました。あるいはその1枚1枚を鏡かなんかに映して、それでその中身を見てる可能性もあるのかなってずっと見てました。とにかく机の上に5枚並べたっきり全く手を触れませんでした。そして
最後の1と4を取り替えなければ本当に1と4の順番が違ってたんですけど、それを最後にもういいですか、いいです、じゃあ開けますよ、あちょっと待ってください、もう一回やりますね、パッと取り替えた瞬間にその1と4が合ってしまったわけですよ。取り替えなければ1と4は違ってたんですね。ところが取り替えた結果として久村さんが並べた通りになってしまった。で、どうしてって大概の人は叫ぶわけです。で、久村さんはね、クールにこんなセリフを言います。いや、僕は開けた時の絵を見てるだけですから、開けた時の絵を見てるので、その通りに久村さんは並べている、だから何回やってもいい、で、じゃあジタバタしてもしょうがないわけですかって私に聞いた人がいるんですけど、ジタバタしても仕方がないのではなくて、ジタバタしなければそうならないんですよ。ちゃんと5000年前の約束通り、そこでジタバタしてくれなければこのカードは5枚ちゃんと並ばないわけだから、ジタバタすることに意味があるわけですね。そこまで分かりました？今の話分かりました？さあ、小林正観はこの5人の中の真ん中に座ったことがあります。というね、まあこれも偶然といえば偶然なんですけど、そういうふうに5000年前から約束がなってたわけですね。久村さんは私に一組渡しました。私は裏返しのまんまこうやって切って、そこから中の絵柄を何にも見ないで5枚並べました、自分の前に。つまり私自身はこの5枚の何か何であるかを1枚も知りません。5枚並べました。久村さんそれをじっと見ながら、久村さんの方も5枚並べました。で、どうぞ入れ替えてください、好きなようにいじくてくださいと私言われました。いいえ、いじくりません、このままでいいですって言いました。でも動かして順序変えてもいいですよ。いや、いいです。本当に動かさないでいいんですかね。いいです。だってね、いいですか、私はこの5枚を知らないんですよ。自分が何を並べたのか5枚とも知らないのだからね。まあ、せめて3枚目は見たいかなって思うんだけど、ちょっと2枚目になったりもするといけないね。うん、まあ一応3枚目に関心があるんだけども、2枚目は関心がないんですけどね。で、まあそれでとりあえず5枚とも全部知らないのだから、入れ替えようが入れ替え前が関係ないんですよ、私には。わかります？5枚とも私知らないのだから、入れ替えても私にとって意味はないわけでしょ。どうせ分からない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 を、分からない1、分からない5、分からない4と分からない3を入れ替えたら、分からない4が分からない3の前に来て、私分かりません、どっちにしても分からない分からないのだから、入れ替えても意味はないわけです。私入れ替えませんと言いました。本当にいいんですかって言われました。本当にいいです。嘘でもいいです、別に。いじくりません。全く私もいじくりませんでした。本当にいいんですか？いいですよ。じゃあ開けますよ。いいですよ。そのまま開けました。5枚とも全部同じものでした。さあ、皆さんは入れ替えて入れ替えて入れ替えて、久村さんが予言をした5枚にぴったりになるというタイプの人生を送りますね。そこのところ重要ですね。小林正観は5枚並べたら並べたきりです。自分でそのトランプを見てないのだから、こうやってパッ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 と切って5枚並べたらそれで終わりです。条件は一緒、わからないのがわからない1からわからない5まで並んでるだけだから、結局入れ替えたって私にとっては一緒だから何にも変えない。
久村さんはその開けた時の絵を見ながら同じものを並べていく。で、本当にいいんですか？いいですよ。本当に開けますよ。本当に開けてください。嘘でもいいけど本当に開けてください。本当に開けたら全部一緒で、周りの人はええとか言いますけどね。まあ結局はそういうことですよ。結局ジタバタしてもジタバタして読み取られた通りの結果、ジタバタしないでも読み取られた通りの結果だったらどっちが楽ですか？こういうことが分かってしまうと、あ、久村さんがそのねマジックでやってるっていうのは多分そこのところはマジックではないと思うんです。私その30年前に久村さんのことを知ったのは旅先である男に会った時が初めてなんですね。その男性はね、自分のしている腕時計を見せました。で、自分の腕時計のこのガラスが、ひびが2、3本入っていたんだけど、これを、その喫茶店のマスターで指先でツーツーツーとやることで、ひびがなくなっちゃうっていう人がいるんだと。で、その人の噂を聞いて、時計を持って行って、これ直してくれって言ったら、指先でツー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 とやってて、ひびがなくなりましたと。完全に綺麗なガラスになった。それがこれですって言って見せた。そのやってる時計がそれだった。で、もちろんそんなことで嘘をつくような男ではない、その旅人は。へえ、すごい人がいるんだなと思って。で、それが最初に久村さんの話を聞いた最初だった。それから30年の間に5、6回は行きましたけども、一番面白かったのはその5枚のカードですよ。で、私自身がそういうようなことを言っていて、どうも5枚並べて全く内側を見ないで5枚とも1回も入れ替えないとお客様は少ないみたいです。私は珍しい存在だった、それだけでも。で、どうも覚えられたらしいんですけど、で、ついこの間新しい本、運命好転12条っていう本を人を通して届けたら大変喜んでくれて、青函さんから本が来たって言って、無表情の奥さんまでが喜んでいたっていうのでこの奥さんはもう誰が何言っても無表情の極み、もう ミスターぶっきらぼう、いやミセスですか、うん、もうとにかく愛想がない。あ、これテープに取られてるんですね。とにかくニコリともしない人なんですけど、うん、その方がね、青函さんから本が来たって言って夫婦揃って満面の笑みで喜んでくれたっていうので、私の中の印象ではとってもいい人ですよ。はい。で、今のそのトランプの話、そうなんですけど、結局開けた時の絵を見てればその結果が分かる、同じなんだっていうことが分かってしまったら、まさに運命そのものがそうなっているってことですよ。はい。だからジタバタしてもいいけど、ジタバタしない選択をしてもその通りである。皆様ね、今この話を聞いて、じゃあ人生が全部決まってるんだったら何を選んでも、どっちを選んでも結局同じ結論になるのかっていうふうに言う人がいるんですけど、例えば大学受験の勉強をして A の大学に受かるという、そういうルートと、大学受験の勉強をほとんどしなかったので A の大学に受かんなかったっていうのと、勉強をしてもしなくても結局は同じ大学に行くんですかっていう人がいるんですけど、そうではない。勉強をして A の大学へ行くというルートと、勉強をしないで A の大学へ行けなくて B 大学へ行ったか、そのまま就職をしたかっていうふうに分かれる。で、どっちを選んでも同じ結論になるのではなくて、こっちを選んだらこう、
こっちを選んだらこうというふうに決まっている。その選択をどっちをするかというのが生まれながらにして決まっている。